はい、どうもピロティと申します。ヒクジョシーズン79、4日目の一戦やっていきます。まずは砦がレベル5、対馬訓練所がレベル1、作戦室はレベル4、強行もレベル4、回復の塔はレベル3、クロード封印がレベル1と。まずは無凸のブラミモンドさん、補助なしからのほぼ自前スキルですかね。で、不動の姿勢持って待ち伏せ係。次に二凸のリアーネ、獅子粉塵からの守備と攻撃の封印で獣人の鼓舞と。次に無凸のティバーン、疾風陣らしいですね。一撃離脱合計、テンプレですね。ちょっと攻撃詐欺が悲しいですかね。祝福あれなんだ、攻め深海というか、リアーネも、リアーネも光だ。で、次に一凸のネサラ、今度は土ですね。地の祝福。これは月に次仕様か。ネサラも普通に疾風陣雷仕様でもいいと思うんですけどね。予算が出なかったのかな。で、次に四凸のリション。救援持ってますね。速さの封印。あれ、さっき持ってませんでした。被ってないと。よくできてます。で、最後に無凸のカイネギス。これは闇ちゃんと入れるんだ。で、あとは自前スキルかな。聖印でじゃない。C で攻撃の大紋章。聖印で攻撃魔法の大覚醒と。雷入れちゃうと、ちょっと硬くなっちゃうと。了解です。というわけで、別に、クロニエさんでダメージ受けてもいいのかな。完璧なラグズパーティーですね。もう動物園といったところでしょうか。飼育員さんもいますね。行きましょう。とりあえず変身するから 1,2,3 このラインダメですね。1,2,3 ここダメ。とにかく回復の塔さっさと壊したいですね。ここ大丈夫やね。もう昔めちゃめちゃやりましたからね。この変身を読めなくて普通に食らって終わるっていう。1,2,3 だ。ここ大丈夫ですよね。これ壊しとく。とりあえず動かないでしょう。で、次のターン。回復の塔。多分本物だろうな。一応ちょっとビビりながら、こっちかも。はい。で、全員、リアーネは変身 しないんだ。で、2ターン目。さあどうだ。偽物。こっち本物だと思ってました。あとはもう行くだけですね。なので、ピアニーも聞かせたい。シーダさんはあっちのエナジー取りに行ってもらおうかな。行きましょう。おい、普通に突っ込むだけでいけると思ってるんですけど、ダメっすかね。ダメなのかな。今考えてるプランが、ここにクロニエやって、で、再行動をかける。したら、村、貫通しますよね。あ、違う。ぶちかまさないといけない。か。シーダさん使わなきゃいけない。もしかして。やっちまったか。いや。いける。シーダ多分使うプランで考えてましたね。抜けてますな。じゃあ、クロニエここに移動して、です。ここで電子ワークで再行動。で、エイルで引き戻す。で、後ろにピアニー聞かせればいいんではなかろうか。多分それで、それでいけそうですね。ぶちかましなしで。いけそう。よし。殺しちゃう？ここですね。ここで再行動。
て、うわ、カイネギスやっぱ強いな。うわ、8しか食らわん。ってことで、ここですね。ブラミモンドさんだけ浮くはずです。カイネギスさんも虫の息と。で、エイルで引き戻す。で、ピアニーを効かしておくと。うん。これでいいと思います。クロニアさん、お願いします。右側の動物たちが来てくれ。うん。カイネギスにも36。で、お、余裕でしたね。あ、リアーネ届かない。まさか、ブラビモンドさん来る？来る？やばいか。おぶね。おぶね。おぶね、マジで。ああ。来たぼ。はあ。これって、順番触るとこうなるんでしたっけ？何もなければリアーネペッてきて、ブラミモンドさん後ろからついてくるだけでしたよね。危な、はいはい、あっぶね、マジで。これ、ボーナスシーズンだったら落ちてた、どうだ。まあ、エールで10回復しただけですもんね。あっぶねぇ。ナメプばっかりすぐするね。もうシーダで受けても良さそうかな。うん。このまま、じゃあ撤収しますか。はい。このままエールで行ってもいいかな。終わらすか。ここから。よし。うまいこといきましたけど、ちょっと不安の残る一戦となりましたね。あー、なるほど。ちゃんと、ああいう風に仕事するのか。あぶねえ。いや、本来受けるもんじゃないですからね、ブラミモンド。よかったよかった。ってことで、締めます。ってことで、4日目はパーフェクト取れました。はい。はい、続きまして4日目の防衛結果やっていきます。4日目は1名様いらっしゃって2体撃破の防衛成功と、うん、今シーズン初の防衛成功の黄色い字がつきましたね。うん、もう、あれですね。綺麗にギミックが作動して、綺麗に2体取ってきたような形でした。見に行きましょう。で、敵さんのキャラスペック的には、美化金なのかな？なんか、うん。確実に出したいキャラをしっかりお金出して取ってきてるような印象でしたね。うん。で、まず一突花子のエーデルガルト。もう自分と全く同じいじり方ですね。いろいろ自分も考えてみたんですけど、ここ勇者とか持たせてもみたんですよ、武器。で、いろいろ、うん、やってたらこれに落ち着きましたね。で、剛剣4がもう、完全に完成形ですよね。で、攻撃上げか。2体引いて攻撃上げ引くって、相当な引きをお持ちですね。いや、いいなぁ。でも、殴れば問題無で、攻撃力71もありますしね。いや、羨ましい。で、相方が、リリス。隣のやつか。で、次に、無凸の花にリリス。そう。このエデルカード使ってて、このリリスと組み合わせたら面白いなって思ってたんですけど、さすがにね、やる方はいらっしゃいますよね。いいな、この環境。自分もやってみたい。そう、エーデルガードで突っ込んでって、で、ここぞって時にリリスで殴ったり、誰か敵を挟み込んだりとかして、っていう攻め方できるなと思ってて、いやー、これはいいな。羨ましい。で、次に無凸の、子供マルス。獅子粉塵持って、まあ、今シーズンボーナスキャラですよね。すげーステータスしとるな。いやー、一体でも欲しかったんですけど、今から言っても別に、まだやってますもんね、このガチャ。どうしよう、欲しいな。で、あ、ミネルヴァと組んでるんですね。で、深海枠ですね。四凸花さんのエール。四凸、まあ自分と一緒なんですけど、まあ無課金でもこのぐらいは出せるっちゃ出せるのかな。
で相方がピアニーで、ピアニーもさんとと話したな。別に結構ピアニーも復刻というか何回も8%ガチャで来てますもんね。もしかしたら無課金さん、いやでも合計4ってかなりですよね。あいつでしょ、肥沃のエフラムでしたよね、合計4って。それを平気で継承できる環境にあるっていうのはやっぱり美課金さんなのかな。でちょっと拠点いじっております。あの例の伝承クロム対策でオフェリア置いてみたんですけど、いかがでしょうか。ダメなのかな。結構いろんな方にモニターをお願いしてみてもあるんですけど、微妙だったような気がします。オフェリアとみんなでボコってやっと倒せたかな、確か。とりあえず行きましょう。もう1ターン目から攻めてこないので、しっかり1回止めます。馬の訓練所がリーフに刺さってますので、この拠点動きます。あと左側ね、白の封印も積んできてますね。これだと誰に刺さってんだろう。今ソティス回復しましたね。ああ、じゃあソティス、ソティスに刺さってる感じですね、じゃあ。で、リーフくんが無事2体取ってきましたと。で、ここでまだ諦めないでエーデルガルトで来るんですけども、罠発動で心が折れましたという感じですね。まだ一応伝承クロムくん現れてないんですけど、まあありがたいですけど、ちょっとまだ不安ですね。いやー、誰が適任なのかな。結構いろんな方からその動画のコメントなりで情報をいただいてるんですけど、あと手持ちのね、あのスキルとも相談しないといけないし、技マシンか、ちょっと頑張らないといけなさそうですね。とりあえず来てないのは本当にありがたいんですけど、はい。というわけで、攻めの方が初日に妥協してマイナス40で、はしごも一戦落としてますね。一番初日の一発目が大やらかしではしご1個使ってます。で、防衛の方が本当ありがたいことにパーフェクトでレート0で抑えておりますと。はい、したら以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。